くん、いい？ノックと同時に母さんが入ってくる。あら、電話中だったの？ごめんなさいね。いや、メールだから大丈夫。ちょっと相談したいことがあって。長引きそうなのでメールしてた小羽に、母さんが話あるって言うからと送信。お店のことで、ちょっと。あ、うん。しばらくお休みしようかと思うの。そのあたりタックの了承なしには進められないから。お店のことに関しては母さんが決める立場なんだけど、しばらくってどれくらい？わからないわ。ちなみに休む理由は？もしかして経営面で問題が？経営はかもなく不可もなくよ。あー、じゃなくてね、パパが向こうで健康診断に引っかかっちゃったらしくって、なんだか参ってるみたいなのよ。はあ？パパは放っておくとズボラでしょ。うせっせしてるんだと思うの。一人じゃパンツも洗えないんだから。それに気が弱いところもあるし。その情報は特にいらなかった。あ、っていうか今どうしてるんだよパンツ。もしかしたら悪い病気かもなんて言うのよ。要注意って言われただけなのに。おかしいでしょ。仲のいいことで。他人事じゃないので早速小羽にメールする。霧島は当分閉めることになるかもしれないと。早っ。こら、たっくん。お母さん真面目な相談してるのに。小羽に霧島を当分閉めるかもってメールしたんだよ。あら、仲良しね。それで小羽ちゃんなんて？おお、すぐ行くって。でもう来たの？タイミング的に小羽だろうけど、まさかメールより早く本人が着くとは。ちょうどコンビニの帰りだったの。あ、そういうこと。びっくりした。そりゃタイミング良かったな。別に暇だからってこの辺をチョロチョロしてるわけじゃないんだから。聞いてもいないことを弁解しつつ、ソファーにちょこんと座って膝を揃える小羽。うん、事情は分かりましたけど。何ヶ月も行ってるわけではないから。それでも1週間とか2週間とかはお休みですよね。俺は行かせてあげたいと思ってるよ。お父様の発作ですからね。むしろこじらせる方が厄介です。なんでターニャはそんなぴったりと。別に呼んでないわけじゃないんだから普通に入ってこいって。ドアから覗いていたサナに手招き。サナの腰にしがみついていたターニャもとことこと入ってきて俺の隣に座る。霧島が閉まるのはちょっと寂しい。そうよね。私もそう思う。そりゃおばさんの味を再現できるわけじゃないし、偉そうなことは言えないんですけど。お兄様に会う機会が減る意味で、でしょうか。そうじゃ、別にそういうことじゃなくて。なぜ母さんが顔を赤らめる？お客さんもがっかりするだろうなって思ったの。霧島の和菓子を毎日楽しみにしてる品のいいおばあちゃんとか、旦那さんが好きだからって毎週水曜日に必ず黒糖まんじゅうを買いに来る奥さんとか。お店に立ってるからわかるもん。霧島はみんなに愛されてるって。かりんとうも美味しいね。そういう話じゃない気がする。だから。そうね、パパに我慢してもらおうかしら。違うんです、休むのに反対してるわけじゃなくて。ごめんなさい。ううん、おばさんとっても嬉しいのよ。小羽ちゃんや皆さんに霧島を愛していただけて、こんなに嬉しいことはないわ。でもおじさんが。それも大切なことだってわかるし。
たくみ。くいくい。あ、そうだな。はぁ、俺の袖を引いてきたターニャの方が不思議そうな顔。半日営業ってところで考えてみないか。学校が終わったら飛んで帰ってくるからさ、営業時間は3時から7時までってところで。二人でやるってこと？なんでですか？サナの目が黒いうちからなぜ小姉とお兄様の二人きりになるんですか？ちょっと神聖なる我が店で不純なことが起きる可能性がゼロではないんじゃないでしょうか。小羽の脇をつきまくったサナはえっへんと胸をそらす。ということでサナも微力ながらお力添えいたします。勝利はともかく、こと接客においては小羽より一日の長があると自負していますし。はい、ターニャもお手伝い。もちろんおばさんが来てくれるのを前提になるけどな。朝に仕込みをやってって感じでどう母さん？そりゃいきなり店を預けるのは不安だと。お母さん感動。もう思い残すことは何もないわ。生きて。姉さんにはお母さんが話しておくわ。大丈夫、お母さんと違って姉さんはしっかりしてるから。そうだね、おばさんはしっかりしてるよね。子供の成長がこんなに嬉しいものだなんて。あなたとっても素敵なお土産ができたわよ。はあ、あの匠、ありがとな。みんなの目もあるので軽く頭を撫でるだけにしておく。それじゃあ残ったもので霧島を盛り立てていきますか。はい、お兄様とサナでヘンゼルとグレーテルのお家より甘いお店にしましょうね。どう厚かましい。私も人のこと言えないけど。翌日、母さんはいそいそと父さんの元へ飛んでいった。こうして予想外の慌ただしい日々が期間限定でスタートしたのだった。楽しそうやな。母さんが旅立った翌日、言い方によってはちょっとね、誤解があるよね。ついに俺たちだけで霧島を切り盛りする日がやってきた。おはようございます。このお方なしには何もできない美人のおばさまに90度でお辞儀。おはよう。おはよう。早いな、小羽も来てたのか。店番はサナとターネがするから、私は裏方で、この機会に仕事も覚えたいし。簡単っていう気はないけどね、真面目にやれば大丈夫よ。江戸っ子よろしく。小羽の背中を叩いておばさんは腕まくりする。さて、手間がかかるとこからやっちゃうか。タク、常用まんじゅうね。はーい。常用まんじゅうってふわふわのやつよね。あ、紅白まんじゅうって言った方がわかりやすいかな。タクミ、あんなの作れるんだ。普通に作るだけだよ。普通じゃないわよ。遠く京の地では常用饅頭の味で老舗の格がわかると言われているわ。おばさんの常用饅頭はまさに絶品。あのふわふわ感と上品な甘み、常連さんの舌はごまかせないわよ。あの完成度出せるんでしょうね。小羽、俺より詳しいよね。さっきまではすごいみたいなノリだったのに、なんか試されてる。母さんの味に近い仕上がりにはなるだろう。母さんにしか教わってないんだから。大きく出たね。大和芋と水飴と、よしよしっと、あんこも詰めてっと、あとは蒸し切れ10分だな。できたら味見してみるか。はぁ、違う違う、手際の良さに見とれてたわけじゃないんだから。そうか。
本当に見とれてないもん。もう一人いた。いつの間にやら背後に立っていたサナに驚いて小羽が飛び上がった。ちゃんとあのバイトギー仕様がちゃんとサナにはあるんだね。てかあれか、囚人してた時この格好だったか。おはようございます。何かお手伝いすることはありますか。あー、よし、まずは鼻血を拭こうか。私何にもしてない。これからしてもらうわよ。結構時間食っちゃったし、小羽ちゃん、かりんとうの種作ろうか。私もお手伝いしていいんですか。してくれなきゃ困るわよ。あと羊羹とかも、団子系は私が昼頃に入るから。あのおばさま、サナはあっちのトレー洗っておいて。洗い物は大得意です。前向き。よし、できたできた。醤油まんじゅう蒸し上がったぞ。味見してみるか。ターニャのバイト着は初ですね。料理番組の審査員さながらターニャは目をつむり匂いを確かめている。私は今かりんとうやってるから。久しぶりのお兄様。おまん意味深な切り方しない。明日ないさなを許してください。キュンキュンと胸を打つ甘い味わいはまるで恋。お兄様の愛が伝わってくるようです。次はどうすればいいんでしょうか。それだと牛乳が足りないかな。パッと見て分かっちゃうんですね。ターニャも目が開いた。爽快なの。パッチリ目が開く味わいなの。全部食べちゃダメ。行っておいで。ごめんなさい、ごめんなさい。結局来ちゃうし、そんなに期待するもんじゃないと思うぞ。普段通りだし、ほらと手のひらにまだ温かいまんじゅうを乗せてあげる。私、出来たてのおまんじゅうって初めてかも。若干気まずそうにおばさん会釈してから、いただきますと小声で頬張った。おいしい、いつもの味だ。どれ。おばさんも蒸し器から醤油おまんじゅうを取って一口。たく、勘が鈍ってるわよ。生地が厚い。すいません。大体で作れるほど手が覚えてないだろう。あんこも今日は甘みが強いから、もうちょい塩。そんなに違うものなんですね。気がつかなかった。これはこれで好き。同じものを使って同じように作っても同じにならないもんなのよ。気温とか湿度とか微妙な素材の違いとかね、いろんなものに影響を受けちゃうの。精進します。使い物にはなるからいいわよ。あんこの味整えちゃおっか。はい、塩は。私どっかではちょっと甘く見てたんだ。シビアなんだな、こういう世界って。けどこうやって受け継がれていくんだよね。巧に。もしかしたらその次の子たちにも。いいな、こういうの。自分で言うのもなんだけど、これはかなりの勤労少年ぶりだ。あら、サーナちゃん、久しぶりね。お手伝い。母が海外に行っていますので、当分は私もお店に出ることが多くなると思います。パッパ海外だったんだね、行ってるの。だから匠もなんだろう、留学許されたというか、そういうのもあるのかな。それで昼は閉まってたのね。ご苦労様。サナの愛想良さは折り紙付きだし、あちらは問題ないだろう。この時間から開けるの初めてだから見極めが難しいわね。どれくらい出るかしら。サナ、ショーケースどうだ。
今のお客様が豆大福を10個お持ち帰りになりましたので、少し足りないかもしれません。大福って作り置きどれくらいありましたっけ？怪しいな。たくやっといて。とりあえずで30。そっか、店内の仕事はあんまり慣れてないんだっけ。モナカ、もうなかった。モナカのストックがゼロです。大至急お願いします。俺が大福、俺は大福が、あ、小羽、モナカやってもらっていいか？どうすればいいの？手招きして段ボールを開ける。その段ボールにモナカの皮がパックで入ってるから、あんこを詰めていくだけ。どれくらい詰めればいいの？はい、1個にあんこはこれくらい。そっちは栗が入ってるあんこな。皮の半分にポンとあんこを投入。わかった、できると思う。俺の手元を見ながら真似してあんこを詰めていく。お羽、手際いいな。その調子でパパッと行こう。ゆっくりさせてよ。結構緊張して肩に力入っちゃってるんだから。何してるんですか？おお、お兄様と小羽が自然に寄り添って認めません。決してお似合いなどと。やめてよサナ、集中してるんだから。小羽にまで邪険に。お兄様、サナは寂しいです。お楽しみのところ悪いけど、今店には誰が出てるの？肩を落としてとぼとぼ戻っていくサナ。その背中には中年サラリーマンが醸し出す哀愁が漂ってる感じがしなくもない。まったくお似合いとか。これくらいかな。浮かれてる場合じゃないな、集中しないと。閉店作業が一段落したところで急に肩が重くなった。手伝いくらいは普段からしてるけど、負担が変わるだけで疲労感が段違いだ。お疲れ様。やっぱり裏は大変なんだ。ずっと動きっぱなしだもん。慣れてくれば適当にサボれるわよ。お言葉通り、さっさとエプロン外したおばさんが手を振ってくる。旦那のご飯作らないといけないから、じゃあね。お疲れ様でした。はあ、小羽もお疲れ。うん、私は全然役に立ってなかったと思うし。そんなことないって、助かったよ。変な言い方になっちゃうけど、今日すごく楽しかった。それにね、あんたがお菓子作ってる姿かっこいいなって思った。俺は手伝いくらいならちょくちょくやってたからさ。そういうのがいいの、さりげなくて。ドストレートに言われて変にオロオロしてしまう。小羽も余裕良かったし頑張ってたじゃないか。結婚したらこんな感じなのかなとかこっそり思ったりしたし。たくみも？え？ごめん、今のなし。わたわたと振った手を握ってから二人で照れ笑い。いつ誰が来るかわからないので軽く重ねるだけのキスで我慢する。私ご飯作ってくるから。ありがとな。俺も残りの片付けちゃっちゃと終わらせて手伝うからさ。小羽が母屋に行ってしまってからまだ少しだけ熱い頬を触る。結婚か。そこまで真剣に考えたことなかったけど、そんな未来を想像したらさっきまでの疲労感もどこかに行ってしまった。いや、まあもうご飯まで作ってる時点で結構ね奥様感強いよ。